1971から1972シーズンの NBA は NBA の26回目のシーズンである。ドラフトではオースティンカーがクリーブランドキャバリアーズから全体1位指名を受けた。またシドニー・ウィックス、フレッド・ブラウン、スペンサー・ヘイウッド、ジム・クリーモンズらが指名を受けている。この年のドラフトから新たにハードシップ制度が導入された。これは 経済的な理由でプロ選手になる必要があることを証明された大学生選手は大学でのプレー資格を終了していなくてもドラフトにエントリーできるというものであるそれまで NBA は大学でのプレー資格を終了していない選手のドラフトエントリーやチームが大学生選手と契約することを禁じていたしかし当時デトロイト大学の1年生だったスペンサー・ヘイウッドが 家族のローンを返済するために、プロ選手になれるよう規則を変更すべきと訴訟を起こした。最高裁判所の判決はヘイウッドに軍配が上がり、NBA は、アーリーエントリーを認めるハードシップ制度の導入に、踏み切ったのである。ドラフトエントリー規制緩和の背景には、ABA の存在もあった。ABA では、早い段階から、優秀な選手を確保するべく青田いが横行し、 大学生のみならず高校生選手も指名していた。NBA は ABA のなりふり構わぬ選手獲得策に対抗する必要があった。ハードシップ制度は1976年にアーリーエントリー制度に姿を変える。NBA と ABA との間では協定が結ばれていなかったためドラフトでは同じ選手が両リーグから指名された。指名された選手は より好条件を示すチームに流れるため、新人選手の契約金は跳ね上がった。また、選手の引き抜き合戦もいよいよ加熱化し、さらに1964年のオールスターボイコットの県で協権を得た、ウブパがリーグとの労使交渉を推し進めたため、選手のサラリーは異常な高騰を見せた。 NBA の平均サラリーは1967年の2万5000ドルから1971年の4万ドルと60%も跳ね上がったのである。1960年代後半はリーグ全体が後継期に湧いておりサラリーの高騰にも対応できていたが、1970年代に入ると観客動員数の伸びが一気に失速し、さらにテレビ視聴率も低迷する。 収益が増えない中で選手のサラリーは上昇する一方なのでリーグには赤字経営に陥るチームが続出していくサラリーの高騰に最初に悲鳴を上げたのはまだ歴史が浅く財政基盤が脆弱な ABA の方だった前年1970年には創設3年目にして早くも NBA との合併案が持ち上がり 両者は NBA による ABA の吸収で合意に至ったが、これに待ったをかけたのが1964年のオールスター決起来休息に力をつけてきたウブパである。1966年にアメリカンフットボールリーグの NFL と AFL が合併した際、選手のサラリーが大幅に減少した。ウブパは NBA でも同じことが起きるのではないかと危惧したのである。ウブパは NBA と ABA の合併を阻止するため、集団訴訟を起こしたが、1975年には合併を認めるに至る。1960年代にボストンセルティックスの前に、ことごとく優勝を阻まれた悲運のチーム、ロサンゼルスレーカーズ。リーグは前々期のニューヨークニックス、前期のミルウォーキーバックスと、新興チームの初優勝が続き、 主力選手が高齢化したレイカーズは優勝の気を意し、車用の時を迎えたかに見えた。しかしこのシーズン、レイカーズは脅威の33連勝を記録する。不滅の記録として現在まで破られていない。この連勝は、ある一人の偉大な選手の引退から始まった。このシーズンからレイカーズは新たなヘッドコーチを迎えた。その人物は、セルティックス王朝前期の主力選手として、 レイカーズの前に立ちはだかったビルシャーマイだった。レイカーズにとって、旧敵とも言えるヘッドコーチの就任に、ややぎこちなく始まったレイカーズの新シーズン序盤は、6勝3敗と、まずまずの出だしだった。しかし、開幕9試合目となる、ゴールデンステートをオリアーズ戦を敗北で終えた後、レイカーズを長らく支えてきたエルジン・ベーラーが引退を表明した。レイカーズがミネアポリスに、 本拠地を置いていた1958年に入団して、以来、レイカーズ一筋でプレーし、10年連続オールファーストチーム入りを、果たし、名優ジェリー・ウエストと共に、タイセルティックス戦の最前線に立ち続けてきた、ベイラーは、キャリア晩年は、膝の故障に苦しみ、ついに優勝の味を知らないまま引退することとなった。長年にわたって、レイカーズを支え続けた。 ベーラーの引退はチームメイトたちに大きな衝撃をもたらした。そしてチームの固い結束を呼び、後の偉大な記録の呼び水となった。連勝の始まりは、ベーラーの引退試合となったウォリアーズ戦から5日後、11月5日のボルチモア・ブレッツ戦だった。突如として始まったレイカーズの連勝記録は12月14日のポートランドトレイル・ブレイザーズ戦で、 当時の最長記録で前期に記録されたミルウォーキーバックスの22連勝に並び、続くウォリアーズ戦で更新した。レイカーズの連勝は年をまたいだ1972年に入っても続いた。新 h c のビル・シャーマンはチーム改革を進めた。ベテランフォワードで得点力もあったハッピー、ハーストンをリバウンドに専念させることで大黒柱のウィルト・チェンバレンのサポートをさせ、 強固なゴール下を構築させた。オフェンスは、ジェリー・ウェストとゲール・グッドリッチのバックコート陣が担い、特に、グッドリッチは大幅にアベレージを伸ばして25.9得点を記録しチームのリーディングスコアラーになった。この4人に、フォワードのジム・マクミリアンを加えた、スターター5人は、毎試合35分以上出場しており、この5人だけで、レイカーズの快進撃を支えているといっても、 過言ではなかった。レイカーズの連勝は止まることを知らず、年をまたいだ1972年に入っても止まらなかった。1月冒頭から突入したロード6連戦の2戦目、1月7日のアトランタホークス戦を134から94で圧勝し、連勝記録を33連勝に伸ばしたレイカーズは一月九日、前期王者のミルフォーキーバックスと対戦。 当時最も豪華なカードであったこの対戦で、カリーム・アブドゥル・ジャバー、オスカー・ロバートソン率いるバックスがようやく120から104でレイカーズを下した。レイカーズの連勝記録は33でストップしたが、彼らは約2ヶ月もの間無敗を誇った。この33連勝は NBA のみならず、現在も破られることのない、アメリカプロスポーツ史上最長記録である。 勝ちに勝ったレイカーズはこのシーズン69勝を挙げ、これは当時の最多記録であった。ロサンゼルスレイカーズの勢いはプレーオフに入っても続き、カンファレンス決勝ではレイカーズの連勝を止めたミルウォーキーバックスを破ってファイナルに進出した。3連覇を達成したジョージ・マイカン時代以降、9度目のファイナル進出である。 ファイナルの対戦相手は8度目のファイナル進出で、レイカーズを8度目のファイナル敗退を味わわせた、ニューヨークニックスだった。ウィリスリード、ウォルト・フレジャー、デーブ・ディ・バッシャー、ディック・バーネットと、レイカーズに苦敗を舐めさせたメンバーに、ボルチモア・ブレッツのエースだったアール・モンローや元、得点王であり ABA に渡っていたジェリー・ルーカスが、加わるという当時最高峰とも言える豪華な人容を、誇っていた。 しかしこのニックスでもこのシーズンのレイカーズの敵ではなかった。ニックスの大黒柱だったウィリスリードは故障に悩まされファイナルを全球、さらにデイブニ・バッシャーもファイナル中に故障を抱えてしまったのである。初戦こそジェリー・ルーカスやビル・ブラッドリーの活躍でニックスがものにするが、その後レイカーズが4連勝し、17シーズンぶり、ロサンゼルスに本拠地を移転してからは、 初めての優勝を果たした。ウィルト・チェンバレンにとっては、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ時代と合わせて2度目、そして、レーカーズ一筋のジェリー・ウエストにとっては、入団12年目にして、そして、ファイナル8度目の挑戦にして、初めての優勝となった。ファイナル MVP は、優勝を決めた第5戦で24得点29、リバウンドを記録したウィルト・チェンバレンが初受賞した。 ありがとうございます。